お疲れ様にゃー。今日の部活大丈夫だった？ジロジロガオー。リンと話してたのに一人で考え込んじゃってるよ。リンはあなたのことは全部お見通しなんだからにゃ。決めた。今日は帰りに公園で遊んでいこう。公園なんだから遊ぶんだよ。もったいないにゃ。高校生だって公園は楽しいんだよ。ほらほら早く行こう。でしょでしょ。次は鬼ごっこ。リンが鬼になってあなたを捕まえるの。すごい自信だにゃ。でもでもリンはあなたのこと絶対に捕まえるんだから。いっくよー。よーい、足が速いんだよ。あなたのことならすぐにギュッて捕まえちゃう。あれ、あなたってなんだかいい匂い。しかもあったかーい。楽しかった？勇気も元気もたっぷりあげちゃうんだ。部活とか学校とか悩んだりすることもあるかもだけど、そんな時はリンと一緒に遊ぼうよ。楽しくしてたらきっと大丈夫だから。やっぱりあなたの笑ってる顔って好きだにゃ。